ここからは道内のお天気です。こちらは今の岩見沢の様子。雪が降り続いていて、路肩の雪山かなり大きくなってきました。これまでの24時間で降った雪の量は、幌加内町で28センチ、上川町で27センチ、岩見沢でも15センチなどとなっています。こんにちは。道内は冬型の気圧配置が続いていて、積雪がどんどんと増えています。現在の積雪がこちらです。岩見沢では91センチ、倶知安町では63センチ、旭川や留萌でも30センチを超える雪となっています。この雪ですが、さらに降り続けていきそうです。明日朝にかけて降る雪の量がこちらです。特に多くなりそうなのが、石狩北部から南空地、そして羊蹄山麓で最大50センチの大雪、そして上川北部でも35センチの雪が予想されています。大雪による交通障害や雪崩に十分ご注意ください。札幌中心部10センチくらいですが、北区や東区などでは15センチの雪が降りそうです。では今の留萌の様子見ていきましょう。こちら今も風が強く吹雪いています。風速は西寄りで6メートルとなっています。午後の天気と気温です。日本海側や太平洋側西部で雪が降りそうです。西寄りの風が強く、留萌など海沿いでは吹雪によって見通しが悪くなりそうです。そして真冬の厳しい寒さも続きます。最高気温は全地点でマイナス気温。札幌は昨日より3度低いマイナス4度。晴れる道東の帯広でマイナス2度、釧路でマイナス1度の予想です。変わって今の函館の様子。こちら先ほどまで青空が広がっていましたが、今は雪が降っています。では週間天気です。明日日中も日本海側多いところで40センチ前後の大雪が続きそうです。札幌中心部でも明日の朝は雪が強まりそうです。いつも以上に時間に余裕を持ちましょう。そして週末はさらに寒さが厳しくなります。日曜日の最低気温、旭川でマイナス15度の予想です。